皆さんこんにちは、ヒロです。 H チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今日はですね、またアマゾンさんでこのね、ムソンさんの、アクションカメラを買ったんで、ちょっとね、これをね、使い倒してみようかなと思いますので、お楽しみください。はい、まずはね、ドライブレコーダー代わりに車につけてます。おお、色はなかなかいいですね。いい天気だ。これは気持ちいい。はい、これはですね、今胸につけて店内で買い物してる風景ですね。やっぱ手ぶれ補正がないんでね、やっぱこうやって歩いたりすると結構ぶれますね。でもまあ画質はどうなんでしょう。思ったよりはいいんじゃないですかね。安いんでね、もっとぐちゃぐちゃかなと思ったけど、まあ、これだったら結構使えそうかな。はい、はい、再びドライブレコーダー代わりに車につけております。天気のいいところで撮るとそれなりにいいですね。ガラスになんかちょっと私が映っちゃってますけど、お気になさらず。はい、でここを抜けて到着でございます。はい、外の風景が車のガラス越ししかなかったんで、念のためにね、一応、外に出した映像も撮っておこうかなと思います。なかなかいい景色ですよね。いいロケーションです。はい、これはですね、ムソンさんの MC2 についてる防水ケースです。で、今から何をするかと言いますと、今ね、これをね、釣り竿につけてるんですよ。ちょっと見えますかね。こんな感じで。で、これにカメラをつけて、まあ、海の中を撮影してみようかなと思いますんで。それじゃあね、海の中に入れてみますね。結構ゴンゴン来ました。あ、カメラ浮いちゃってます。あ、横になってる。うわ、失敗した。あ、まあちょっと、カメラのね、向きが悪いんですけど、ちょっとまあ水の中はこんな感じで映りますよっていうのをちょっとまあ皆さんに確認していただければなと思います。ではしばらくご覧ください。これが浮いちゃって、あ、これが
他にもね、なんかこういろいろね、あの使い方は考えてまして、例えばサクションカップ、サクションカップってあの吸盤みたいなものなんですけども、あれでね、あのこれと、まあ、車にあの例えば外につけちゃって、やっぱガラス越しだとね、どうしてもこう1枚膜が入っちゃうんで、ちょっとこれあの直接車の、ね、外側につけてちょっと走らしてみたりだとか、あとまあ本当ヘルメットなんかにもねつけれるんで、この夏はちょっと俺頭につけてちょっとまあ潜ってみようかな。まあ潜るったってあれですよ、僕あのスキューバーダイビングの免許とか持ってるわけじゃないんで、あのもうねその辺でパチャ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 っとこう海水浴楽しむぐらいなもんになるとは思うんですけども、そういったね映像もあのお届けできたらなと思います。はい、でコスパはかなりいいかなと思います。でですね、まあデメリットとしましては、そうですね、これね、あの Wi-Fi で、アプリにもつなげることができるんですよ。スマホでモニタリングすることもできるんですけども、まあ、これはこれで面白いんですけど、ただねアプリを通すと 4K 動画が撮れません。あとはですね、そうだな、やっぱり手ブレ補正とかがあのついてないんで、まあ、結構揺れますかね。まあこの辺はまあ気にする気にしないって、まあ人にもねよるかなと思うんですけども、まあでも今のところ不満点で言ったらもうそれぐらいのもんですかね。もっとなんかこう細かいことを言えばあるのかもしれないんですけども、でね、あの海からあの要は竿でつけててこう上げてきた時に結構ガン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 音がしてたと思うんですよ。割とねなんかこう無造作にぶつけたんですけど、まあそんなになんか傷も入ってないし、あのまあこれはね、あのメーカーさんがちょっと歌ってるかどうかはわからないので、あのこれは全く個人的な意見です。まあ結構ぶつけても大丈夫かなっていう意見なんで、これはねまあ個人の責任でということで、はい。で私がこれ使ってて思ったのは、これね子供さんのおもちゃにすごくいいんじゃないかなと思いまして、まあもちろんあの動画をね編集するパソコンがあるだとか、まあ、そういった条件にも、まあ、そういった条件もいるかなとは思うんですけども、それより楽しめるということで、ね、これとにかくね、まあ、どこにでも持っていきますし、で取り付け軸がとにかく多いんで、あのこれとこれを組み合わせたらこういう風につくんじゃないかとか、こういうところにつけれるんじゃないかとか、結構チーク教育にはちょっとブロックを使ってるような感じにもなるんで、まあ、そういう風なのね、親子で夏休みにね楽しまれてもいいんじゃないかなと思います。はい、またねどんな軸がねついてるかとかね、細かい、スペックの情報なんかは下に URL を、載せておきますんで、よかったら見てみてください。はい、それではいかがでしょうか、今回のムソンさんのアクション 4K カメラ MC2 のレビュー、はい、個人的には、ね、結構もう遊べそうなんで、もっとこう、ね、どん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 遊んでその動画をアップしていこうかなと思ってますんで、皆さんお楽しみにしてください。で本日の情報が役に立ったなと思った方はいいねボタン、そしてよろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日はご視聴誠にありがとうございました。